元ヤクザで作家兼 YouTuber の井上圭さん、攻撃したことで一躍注目を集めた柳川隆二さんだら、誰、何者を、と話題になってるな。今回は、柳川隆二さんの山口組系大平組、柳川組の経歴のほか、井上圭さんとのトラブルの詳細や、瓜田淳二さんとの意外な関係性についてまとめてみたぞ。柳川隆二とは、井上圭と突然トラブルになったことで話題となった。柳川隆二さんといえば、2021年3月にホーミー圭こと井上圭さんに突然の攻撃を仕掛けてきたことで話題となった YouTuber だな。井上さんに関しては、 FBI のおとり捜査に引っかかった結果、アメリカで十数年間もの服役生活を経験する羽目になった。元ヤクザとして知られてんな。出所後の井上さんは日本へ帰国してヤクザを廃業し、自伝小説や漫画原作などを手掛けたほか、NPO 法人グッドファミリーを設立して慈善活動に取り組んでるみたいだ。そんな井上さんは、近年は YouTube の世界にも進出してて、YouTube チャンネル、K、ファミリーを運営中だ。今回は、そんな大物アウトを、井上さんに突如として絡んできた柳川隆二さんのこれまでの経歴に加えて、井上さんとのトラブルの経緯や詳細について紹介させてもらうぞ。柳川隆二、もともとは極東会系のヤクザで少年ヤクザを率いていた。柳川隆二さんに関しては、1956年3月5日生まれであり、出身地は大分県大分市だそうだ。柳川さんの半生については、多くの部分が不明となってるが、1980年代頃は東京でヤクザをしていたみたいで、極東会川口組工業系大日本金星会の組長をしていたみたいだが、ただし、普段は関西弁を喋っていたとの目撃情報もあるため、最初に上京した先は関西だったのかもしんねえな。ちなみに、当時の柳川さんは、少年ヤクザを率いて新宿で地回りをしていたほか、竹の子族やローラー族のケツ持ちをしてたみたいだな。柳川隆二、山口組大平組系柳川組の組長へと転身していた。一時期は新宿の顔役的な存在だった柳川隆二さんだが、極東会にいつまでも所属していたわけではなかったらしく、最終的には山口組系大平組に移籍していたそうだな。柳川さんが山口組へ移籍した理由については不明だが、これまでに計に13年間もの服役を経験したとの本人の談があるため、何らかのトラブルで極東会にいられなくなったのかもしれねえな。山口組系大平組時代の柳川さんは最高幹部の一人となったほか、柳川組という自分の組も持っていたと言われておる。そんな柳川組も2000年前後に解散してしまったらしく、現在の柳川さんは片荷の人間ということだな。柳川隆二、ヤクザを引退後は芸能プロダクションを経営していた。2000年前後に柳川組を解散させている柳川隆二さんだが、その後は服役していたらしく、2010年前後に出所したそうだな。出所後の柳川さんは、同じ大分出身で同級生だった映画監督の山本正史さんの勧めで、2016年頃より俳優に転身してるが、俳優としての柳川さんは、老齢ということもあり特に需要があるわけではないようで、これまでに数本の映画に出演した程度にとどまってるわ。その後、2019年に柳川軍団という芸能プロダクションを設立して、実業家にもなった柳川さんでしたが、売れっ子芸能人はまだ輩出できていない状況だな。柳川隆二、瓜田淳氏と所沢のタイソンのトラブルに乱入していた。2021年3月に、突如として井上圭さんに攻撃をスタートして、注目を集めた柳川隆二さんですが、こちらの騒動については、もともとはアウトロー系 YouTuber の瓜田淳二さんと、所沢のタイソンこと久保弘美さんとの間に起こったトラブルが発端だった。二人のトラブルの原因に関しては、2020年9月に投稿された動画内にて、瓜田さんが井上さんを小馬鹿にした発言をしたため、久保さんが激怒してストーカーまがいの脅迫行為の報復に走ったそうだな。久保さんが壮絶な報復に出た背景には、井上さんと友人関係にあった他にも、過去に瓜田さんとの間にトラブルがあり、犬猿の仲になっていたことも影響していたように思われるな。二人の間に起こった過去のトラブルの詳細については不明となりますが、かつては兄貴分だった瓜田さんに対して久保さんが追い込みをかけ、落とし前として土下座写真を撮らせたほどの騒動だったとか。そのため、
今回のトラブルでも久保さんが瓜田さんの土下座写真をネット上にばらまくなどしており、瓜田さん側も精神的にかなり追い詰められていたと言われてるが、とはいえ久保さんのあまりに直線的な嫌がらせは瓜田さんにとって警察に駆け込む絶好のチャンスにもなったらしく、2021年2月になると久保さんは脅迫容疑で警察に逮捕されてしまったが、その後久保さんを擁護するために井上さんが動画を投稿したところ、柳川さんが突然参戦してきた挙句、一方的に井上さんを罵る展開となった。柳川隆二、井上圭に対する攻撃に関してはやらせ説も浮上していた。柳川隆二さんと井上圭さんとのトラブルについてはネット上ではやらせ説も浮上していたそうだが、二人のトラブルに対してやらせ説が浮上した背景には、一緒に仲良く写っている画像が井上さんの Facebook にアップされていた過去があったためだった。そのため世間的には無名に等しかった柳川さんを売り込むために井上さんが仕組んだプロレスだったのではないかと勘ぐっていたネットユーザーが少なからずいたが、とはいえ柳川さんはその後も井上さんに対する批判動画を投稿し続けているほか、コラボ企画に発展することもないため、売名のためのプロレスではなかったようだな。柳川隆二が井上圭を罵倒する理由、瓜田純氏のためなのか。柳川隆二さんが井上圭さんを攻撃し始めた理由については、瓜田純二さんを擁護するためではないかとの説もあるようだな。柳川さんと瓜田さんに関しては、瓜田さんが20歳の頃に留置所で一緒になったことをきっかけに交流が生まれており、時折食事をする仲だとか。また瓜田さんの父親である遠藤義治さんが山口組系のヤクザだった時代に柳川さんのために土下座をしてトラブルを収めたこともあったと言われてるが、そのため柳川さんが瓜田さんのために井上さんバッシングをする動機なども存在することになるが、とはいえその後の柳川さんがひたすら井上圭さんに粘着し続けた挙句、瓜田さんとトラブルになった張本人の久保博美さんをスルーしている姿を踏まえると、瓜田さんのために動いた説は的外れなように思うな。柳川隆二が井上圭を罵倒する理由、吉村光雄のためなのか。柳川隆二さんが井上圭さんを罵倒し始めた背景には吉村光雄さんが関係してきているのではないとの説も存在するぞ。吉村光雄さんについては柳川さんがかつて所属していた極東会の最高幹部まで上り詰めた大物ヤクザであり、井上さんには何を陥れられた結果 FBI に逮捕されてアメリカで服役する羽目になったと主張している人物だった。現在はヤクザを引退して片荷に戻っている吉村さんですが、柳川隆二チャンネルにたびたび出演するなど柳川さんとは深い仲のようだな。そのため吉村さんの復讐の代理人として柳川さんが井上さんをバッシングしているのではないかとの説がネット上に存在する状態だな。柳川隆二が井上圭を罵倒する理由、聴導員大閣のためなのか。柳川隆二さんが井上圭さんをバッシングし続ける理由については、聴導員大閣さんからの命令があったとの説も存在するぞ。聴導員大閣さんに関しては戦後最後のフィクサーとの異名を持つ大物アウトローとなっており、近年は YouTube チャンネル聴導員大閣スペースシャトルでも活躍中だ。そんな聴導員大閣さんはアカウントを停止させられた旧聴導員大閣チャンネルの方で井上さんをバッシングする動画を何本も投稿していた過去があった。また柳川さん自身が2021年4月に投稿された動画の中で、去年の8月頃に聴導員大閣から井上圭を畑と命令を受けたと主張もしているとか。そのため柳川さんによる井上さんバッシングの一因には聴導員大閣さんの意向があることは間違いないようだな。柳川隆二のその後、竹垣悟に対する攻撃動画もアップしていた。井上圭さんに突然絡んできた元ヤクザとして一躍脚光を浴びることとなった柳川隆二さんですが、続けて竹垣悟さんにも攻撃を開始してるが、竹垣さんに関しては山口組系古川組の幹部という経歴を持つ元ヤクザであり、伝説の漫才師である横山やすしさんと義兄弟の杯を交わした人物としても有名だ。片木に戻った後の竹垣さんは NPO 法人後人会を設立して引退したヤクザの更生支援に携わっているほか、テレビコメンテーターとしても活躍しているため、アウトロー系の文化人の中では知名度が高い人物といえるな。
そんな竹垣さんに対して柳川さんが絡んだ意図については不明となるが、 YouTuber としても活動する竹垣さんは井上さんとコラボ企画をたびたび行ってたぞ。そのため柳川さんに井上さんの仲間の一人と認識されてしまっていたのかもしれねえな。柳川隆二の現在、相変わらず井上圭へのバッシングが続いていた。柳川隆二さんの現在については、井上さんも黙ってバッシングを受けているわけではなく、関係者を通じて、聴導員大角さんには会を申し込んだほか、柳川さんに対してもこれ以上続けると警察に訴えると警告しているそうだな。とはいえ、柳川さんによる井上さんバッシングが続いている現状を踏まえる限りは、水面下での話し合いはうまくはいっていない状況と言えるな。柳川隆二についてまとめてみると、柳川隆二さんに関しては極東会系や山口組系のヤクザだった過去を持つ人物であり、現在は芸能プロダクション経営と俳優をしていることになる。柳川さんの今後より一層の活躍を祈りつつ、今回のまとめを終了させていただくわ。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。